着いたらもう入れ替わって出てくんですね。ってことでね、食材から来ましたね。予約をね、あのお店の予約を、チェックインの予約を9時にしてあるんで、まだちょっと時間ありますからね。武田駅からなんかバスに乗ってちょっとまた移動しちゃなあかんらしいんですけど、それがね、1時間に1本なんで、ちょっとそれだけ気をつけないといけないんですけど、まあ基本的には、もらえなく切れますね。で、また最後尾車両に乗り込むね。端っこを取るって言ったら先頭車両に乗るって言っとったの。毎回。まあまあ、まだ時間あります。で、一部がね、こんな感じで新田辺に行ったりだとか、新田辺より先に行くやつもありますよね。奈良かどっかに直通するやつもたまに走っとった気がするけど、こんな感じで来ますよと。で、ぷっ。グイッとアップして、はい、ターミナル。くらいかわかんねえ。よいしょ。さあ、で、バス乗り場は上。毎回外に出てね。そう、今回のクリーンパスと厳密に言うと違うんで、乗ってね、会社と出ずに、折り返しに乗ると、今回のやつが規制扱いになるのかなっていう、微妙なところのラインなんで、ポイントで帰ってくるから実質と同じとはなってますけど、ちょっと変わってきますからね。まあ、とりあえず、動いてるんでね、大丈夫ですよ。まあいいや、あそこほど。いや、しかしやっぱ道中、下鴨神社もすごかったですけど、やっぱ京都駅前やら、嵐山やら、伏見未来とか、やっぱすごい人でしたもんね。そっちに生産場があって、まあ、とりあえず一回出ましょう。スタンビショップの冷食を。国際会館。何があるの？まあ、国際会館があるんでしょうけど、それ以外は何もわからないからね、本当に。でから、まあ、目の前に、あ、そりゃそりゃ国際会館があるわけで。で、あ、そっか、どうせ中学校とかね。こっちの方にあるんだ。はい。なるほど。あ、サバ寿司とか持ってんだ。あ、サバ街道のな。はい。あ、今日は売り切れてるか。なんだこれ。どうしよう。名前なんだよな。ネーミングセンスなんだよな、この。はぁ、ハラミドや。はぁ。まあ、地元の人向けな感じですね。あ、お手洗いに入ってこ。とりあえず、これに出よう。あとそらレターパックを、どっかで調達してんだよな。レターパックだなぁ。ローソンなら大体売っとるけど、案外セブンとかだと、扱ってなかったりしますからね。で、仮の気合いとかまとめて入れて送りつけちゃいましょう。さあ、8番出口じゃなくて5番出口からね、出てきましたけどね。うん、なるほど、公園があるんですね。一番何もない側の方に出てやったね。失敗。これは失敗だ。こっち側は何もねえじゃん。
じゃあ誰も来ないわけだ。で、あれをこっち側がもう公園になってんだ。なるほどね。夜の公園だけど。なるほど。そういうことですね。まあ、見ての通り、何にも映っちゃいない。ライトつける?意味ある?ほぼほぼないね。ただ、撮影してる側はちょっと不快だけど、見てる側には何の快感も得られないっていう、ルーズの電池の消費だけ早くして。あ、でもコインパーキングとかもあるんだ。で、あ、そこにバス乗り場とかもあるんだ。で、どっちの方に出れるんだろう。在会館道。はい。あ、こっちか。バスターミナルだ。なんとね。岩倉先生。クラマで。地下鉄でこっち来た人が、この先の細かいところにいろいろと行くといった感じの行動ですね。銀閣寺とかっての保育屋ともあるみたいですけど。はぁ、あ、はぁはぁ。なるほど、なるほど。あ、産業大学とかね。行くやつとかが来るわけだ。はぁ、あ、はぁはぁ。なるほど、なるほど。乗り換えは結構あるんですね。でもそうか、この先は地下鉄とか走ってないから、結構この先は大学とかがある兼ね合いで。なるほどな。需要があるのか。あ、そうか。今、あれが共産大の方から戻ってきとるのかな。なるほどね。はい。で、先は、まあ、ちょっと駐車場があったり、ちょっと住宅地があって、あとは公園と国際会館があるの。コンビニの影も見えねえな。引き返すか。まあちょっと早めになりますけど、もうあっちの方に、竹田駅の方でね、いろいろ探すっていうのは手ですしね。それを言うてもありだな。よし。まあ。ぼちぼち戻ってこう。本当にそれこれだけだったな。やべえ。まあ今回はメインの目的があっちの歩道からですからね。余った時間でついでにちょっとこっちのプラン行けてないところもね、回ってですから。なんなら国際会館ってなった時は、今まで行ってきたスポットの中で一番外国人の人が少ない気がする。よいしょ。よし。じゃあ、めんどくさいし。あ、これ駐輪場やな。あそこに駐輪場あったんや。これ電車に乗る人だけじゃなくて、駐輪場に乗っ取るこの辺りの人もみんな降りてくるから、一瞬なのあれなんだ。なるほどな。まあでもあとはもう取ることも何もないでしょ。武田駅までジャンプしよう。